こんにちは。あかりです。りこです。きゃりこです。2回目でございます。はい。なんかあっという間だったね。うん。しかもこのさ、1週間の間にさ、うん、めちゃくちゃ寒くなったよね。そうね。なんか急に秋来たよね。ね、秋本気出しすぎじゃない？いやもう私は日本四季あるを北海道四季あるぐらいにしか思っていないというか、うん、そろそろね、それ以外は四季がないと、うん、そう、もう寒気と雨季じゃねって思ってんだけど四季じゃなくて二季ね。そう、二季二季だってもう本当だよね。秋が一番好きなんですけど。わかる、私も秋が一番好きなのに、なんかないんだよね。うん、数日じゃない？そう、数日、一瞬。なんか毎年秋の服をさ、うん、ちょっと買ったり守ってたりするんだけど、うん、うん、なんか傷に終わってるんだよね。なんか気づいたら終わっちゃってるじゃん。うん、もったいなと思って。ね、もったいないよね。秋服がさ、すごい可愛くて好きなのには。ね。もったいない。いや、そうなんだよ。私はちょっと秋が長くなるように祈るわ。そうね。うん。いや、やっぱね、そうなってくると、だんだんね、秋物のコート、いや、秋ないかいらないよな、みたいな感じになってきて。ああ、そうだよね。秋のさ、あの薄いさ、うん、ね、羽織みたいな買ったけど結局着ませんでしたみたいなのあるあるだよね。そう。もうまさに去年とかそれやってて。あら。めっちゃお気に入りなんだけど、なんか、うん。一回着たかみたいな感じで終わっちゃった。うんうんうん、寒くなっちゃって。でも今年は着よう。ね。でも去年もずっと暑かった。今日から着よう。うん。もう去年もずっと暑かったから。そうね。そう。それも去年も気づいた冬だったし。そうね。本当だよね。ね、しかもあなた去年の今頃あたり結構ね、大変だったしね。そうね。うん。腹でかかったね。ねえ。あれ？ライブやったのが ?9 月？そうじゃん。何日だあれ、 30?29? ライブ、うん、そんな感じだよね。あれ、ライブ9月だったっけ。あれ、嘘、違う、待って、あ、9月じゃない、10月か。うん、10月だった気がする。もうね、なんか何がいつだったかわけわかんなくなってるよね。もう多忙すぎてね。10月29だよ。あ、10月29か。あ、そうだそうだそうだ、うん、今頃はだからライブの準備でめちゃくちゃ忙しかった時期じゃない？そうだね。去年の Google カレンダー見てみよう。だいたい毎年 Google カレンダー見て、あ、そうかって思ってるんだけど、9月ね、バリクソ働いてるわ。本当、うん、バリクソ働いて、すごいね、バリクソ働いて、去年の明後日ぐらいに会場の下見行ってるね。うん、うんうんうん。いやー、懐かしいね。よく行ってたよな。下見行ってオープンマイクに参加させてもらってた ね。あれが実は初というね。うん。あれだね、オープンマイク知らない方もいると思うんで、オープンマイクっていうのは、そのバーとかライブのなんだろうね、会場とかに行って、うん、で順番制で早いもん順でパフォーマンスさせてもらえるっていう、うんうん、そうね、あれも面白いよね。うん、今までやったことなかった、その場の出会いというかね、うん、うんうん、なんか今までやったことなかったね。当日それこそオープンマイクに来てたピアノ弾いて歌ってる方と、うん、なんか一緒に歌おうみたいな感じになったり。そう。急にセッションしようってなって、全然知らない曲なのに、あかりさんはハモって、そう、お姉さんとして、私は、
合わせてね、ビートを弾いてみたいなね、お姉さんの折り曲をちょっとハモってって言われて、おっできるのかできるのかってでもできてたよね、懐かしいね。ね、私もビートのなんかさ、あの決めるところ、うんうんうん、でん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 みたいなところも目くばせもらって、ここかここかみたいな懐かしい。そう、楽しかったな。うん、楽しかった、うん、そうだ、ね、いや懐かしいですな。なんかすごい遠い日の記憶に感じてしまう。ね、ものすごく遠く感じるね。ね、いやでも今思うと、うん、本当にやっぱり、うん、腹に人がいても自由だったなと思うよね。ああそうだよね、動きが動かないというか、その意思がね、まだね、腹の中だけだからね。だって私さ、その後のスケジュールを見るとね、うんうん、なんかベルバラ店に行ったり、うん、なんかスタジオ撮影に駆り出されていたり、うんうん、仕事でね、うん、とか、まあ、リハも普通に、ライブのリハも行ってるし、そうだよね、リハも。うん。なんか、あと、マタニティフォト撮ったり、あと、ブルーノ・マーズの、あと、そうだよ、そうだよ、臨月にブルーノ・マーズの公演行ってんじゃん。そう。臨月、そうなんだよ。すごいアクティブだよね。アクティブ妊婦だから。ねえ、素晴らしい。よかったよな、もうこう、トラブルなくてさ。そうね。まあでもバスタオルとか持ってったよ、さすがに。あ、さすがにね、うん。ブルーノマーズ見てね、産気づいたら大変だもんね。そうそうそう。産気づく勢いで歌っちゃったしね。うん、危ない危ない。まあでもライブその後だったし。まあ常に、うん、バスタオルは持ってたよね。ああ、素晴らしい。危機管理素晴らしい。破水対策バスタオル。いや、でもそう思うと本当ね、ちょっと、うん。いろいろ、自由に動いていたなと思うよね。ねえ、まあそんな感じで、はい、ちょっと雑談だけでも何分も経ってるので、そろそろ始めますよ。やばいやばい。よし、じゃあ今日もタイトルコールいきましょう。はい、はい、せーの、キャリラジキャリラジはキャリコのあかりとりこがお届けする初のポッドキャスト番組となっております。リスナーさんの皆さんからいただいたお便りをテーマに喋ったり、ポッドキャストだけのコーナーにチャレンジしたり、毎週木曜日18時に配信しております。今週も残り1日、キャリコと一緒に生き抜きましょう。イエーイ。ということで、本日の進行はリコが担当いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけれども、あの第1回の時にお便りを募集したんですが、なんとなんといっぱいいただいたんですよ。ね、本当にありがとうございます。嬉しい。嬉しい。私本当に自分たちで答えるバージョンになるか心配してたよ。うん、私も自分で質問ね、用意してたよ。そう。送んなきゃやばいかなと思って。ね、送んなきゃって思ってたよね。うん。でもありがたいことにいただいたので、ね、ちょっと紹介をしちゃっていいですか？はい、お願いします。はい。じゃあ、まずじゃあ最初、ラジオネーム、キリンジャン直人さんから。はい。ラジオ配信おめでとうございます。18時は早いって思ってましたが、YouTube だといつでも聞けるのでいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。確かにお仕事してる人からだと、18時まだ終わってない人多いね。そうだよね。うん。まあ、逆に早く終わっちゃう人もいるから、うん。まあ、みんな終わり次第。見ておくれという感じにできるといいかなと思いますね、うん、そうだね、そうだね、そうそう、あれだよね、ありがとうございます。ん、そう、通勤退勤電車の中とかで聞けるといいねって思ってこの時間にしております。あ、そうそうね、そうそう、ちょっとした隙間時間に聞いていただけると嬉しい。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いてカオルさんから、エリコのあかりさん、リコさん、こんにちは。第1回目のキャリラジ、とってもほんわかと聞かせてもらいました。お二人のトークは聞いていてとっても楽しいです。第2回目も楽しみにしていますね。だって、ありがとうございます。ありがとうございます。カオルさんはいっぱいいただいてましたよね。うん、すっごいいっぱいいただいてたから、ちょっとまた次回も、分けて、紹介し、うんうん、
していこうと思います。ありがとうございました。1回目のほんわかは多分うちらがさ、ラジオのこの感じに慣れてなくてゆっくり喋ってたからだよね、うん、きっとね。そうだね。なんかこう探り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 喋ってた。今日絶対早いよ。今日多分早い、話すペース早いはず、うん、うん。なんか聞いて思ったもん、ね、なんかもっと普通に喋ってよかったなってね、ちょっと反省したよね、うん、ちょっと反省した。うん、ゆっくり喋る必要ないねとか普段うちら爆速トークだからね。そう、早すぎるし、ね、噛み合ってないっていうのがうん売りなんです。あるある、ね、売りってなんだ。2回目もほんわか聞いてくれるといいな。ね、ね、カオルさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ次3つ目、おもちさんから。はい、イゴさん、あかりさん、こんにちは。早速ですがご相談させてください。これからの人生の進む道に迷い、やりたいことが明確になくて日々焦りを感じております。音楽活動に加えてお仕事も育児もこなされているパワフルなお二人が眩しすぎてとても羨ましく思います。人生をパワフルに楽しく過ごせる術が何かありましたら教えていただけると嬉しいです。今後ともお二人のやりとりを楽しみにしています。あ、そうです。ありがとうございます。なんだけど、ありがとうございます。嬉しいよ。これはなんかこれです、これちょっとならないからあれだよな、なんか一言で返せない。そうそう、ガチ回答になっちゃうと多分これだけで1時間とかね、この話だけの回にしたい。そうだよね。うん、これおもちさんあれかな、今日答えないと急ぎあれかな、急ぎ急ぎ納期短めかなちょっと次回これちゃんと考えて答えたいな。うん、そうしたいな。ね、そうさせていただこうかな。うん、ね、ちょっとちゃんと考えて答えたいんで、ちょっと次回に回答させてください。ぜひまた聞いてください。ね、とても嬉しい、ありがとうございます。ね、めっちゃ嬉しい。ね、我々もでもさ日々焦り感じまくってるよね。うん、てかうちらやばいよね。やばい、すぐ焦る、すぐ焦るんだ よ、ね、やばい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 っていつも言ってる必死すぎて、そう、こんなんじゃダメだ、こんなんじゃダメだシンジ君みたいになってるね、エヴァの。そうそうそう逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだってやってる、ね、からね、眩しくはないんだよな。そう、ま、決して眩しくはないけど、なんか、うん、なんか答えられることがあったら答えたいからちょっと考えます、うん、そうしよう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いて、シノアで生きるさん、はい、こんにちは、キャリコの LINE ライブが楽しかったので、あ、LINE ライブ聞いてくださってたんでありがとうございます。ありがとうございます。それに代わるキャリラジが始まってとっても嬉しいです。キャリコはやりたいことを、うん、全部今世でやるというコンセプトのことですが、えりこちゃん、あかりちゃん、お二人の今世でやりたいことが個人でキャリコでそれぞれずらーっとお聞かせください。キャリラジがリズム感あふれる楽しい放送で末永く続きますよう応援しています。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。こうずらっとシリーズも次回かしらね。そうだね、めっちゃあるよね、うん、めっちゃあるんだよ、小さいことから大きなことまで。そうそうそう、とってもあるね。とってもある。ちょっと今日のプロフィールこれからやるところで、うん、そうだね、ちょっとお話できるかも。ちょっとお話できるかもしれない、うん、ちょっとじゃあそこでの回答とさせてください。そうしましょう。答えきれなかったら次回またやるって感じにしよう。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次最後ですね、はい、たくやさん、たくさんだね、たくさんありがとうございます。ありがとうございます、好きな、かっこ好きだったアニメは何ですか。アニメね、アニメ、あ、私はね、うん、私はもうね決まってっから、言わずもがなね、ガンダムエコーかかったねガンダム、ガンダム、ガンダム、セルフエコーだった。ガンダムの中の世代としてはガンダムシード、ガンダムシードデスティニーだけど、うん、一番好きなのはガンダムユニコーン。なるほどね。です。全然わからないけど、うん、みんな
や、見たら、いいよ。いや、違うんだよ。興味がないわけじゃないんだよ。私、見たらね、うん、本当にハマっちゃうの、そういうの。まあ、確かにな。一回見たら、全部見る人だもんね。そう。私ね、多分、超オタク気質なんだと思うんだ。うん、知ってる、知ってる。だから、なんかちゃんと最初から最後まで見たいんです。そんなあかりさんが好きな一押しアニメは何なんですか？エヴァかな。あー、好きだな。エヴァ、うん、エヴァもちゃんと全部見たよ。全シリーズ。アニメも見たし。すごい。アニメも映画も、うん、あの進撃の最後まで全部ちゃんと見た。すごいね。あれやって、あの使徒が来る時の真似。人が来る時の真似。人が来る時の真似やって。つっててつっててつってて。てて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 怪しいぞ。なんかあの、ボーっとが来るかと思いきや、まさかの音楽だったっ。曲の方っていう。はい、赤井さん、じゃあエヴァでした。エヴァで、はい。ありがとうございました。はい。じゃあ、お便り紹介はちょっとこんな感じで、ちょっと次回に、あの、まあ、してしまうものもあって申し訳ないんですけれども、本日のところは一旦こんな感じにしたいと思います。はい、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。また、あの、お待ちしておりますので、何でも送っていただけると嬉しいです。はい、ぜひぜひ。お便り紹介の募集は、あの、Google フォームか、インスタの、ストーリーズからもいけるんだっけ？あ、ストーリーズに Google フォームを載せてる。あ、そうかそうか。失礼しました。ストーリーズの、インスタのアカウントのストーリーズの Google フォームから、送っていただけると嬉しいです、はい。よろしくお願いします。はい。ツイッターにも載せておりますので。よろしくお願いします。じゃあ、次、本日のテーマいきますか。はい。本日のテーマは、プロフィール帳加工！イエーイ！俺が。前回話題になった激エモプロフィール帳、あかりさんがなんと取り寄せてくれたんですよな。買ったんだよ。っていうか売ってるんだね。まずまずね、まずそこだよね、うん、いや、あんのかと思って調べてみたらあんのね。今も昔も変わらなかったね。ええ、いや、でもなんか昔よりもおしゃれと、うん、言ってはなんですけど、うん、なんだろう、ちょっと落ち着いたデザインになってるものが多くて、なんか我々が使ってた時すごいラメラメしてなかった？してた、してた。キラキラしてた。そう。なんかそのね、キラキラが、ちょっと大人しくなり、うん。淡色っぽいのが増えてた。時代を感じました。そんな中、私、くしが選んだのは、こちら。こちらって言ってもね、みんなには今見えないんだけど。うん。シャーク。タイトルでも彼可愛いよね、このサメさんのさ、プロフィール。シャーク。これど、え、可愛いでしょ？どっかに載せる？どっかに載せる？載せよう、載せよう。うん。ツイッターとインスタに載せるね。載せよう。シャーク、we are strong sharks。はてな。ストロングシャークスになってる。しかも、その横についてる、なんか、タグみたいなが、うん、ファインって書いてある。このなんかさ、ちょっと無駄に英語が多いのは変わらないんだよね。あ、そうだね。でも缶詰美味しいお魚っていうのは日本語だけど、あれ、英字で書いてるね。英字で。うん。やばい。すげえわかんない。すげえコンセプトもわかんないし、シャークって書いてあるのに、あ、たまにイルカとかいる。ほんとじゃん。ちょっとなんか 3X 味を感じる。ね、シャーク?3X 味。3X 味を感じるよ。ちょっとこのデザインは載せますんで、はい、そちらを見ていただいてって感じで、うん、はい、今日多分さ、時間的にさ、表面しか行けないからさ、うんうん、絶対終わんない。ちょっとね、表面は、
なんだろう、基礎情報みたいなのが多いので、そうそうそう、ちょっと改めてキャリコの2人の自己紹介っていうのを、まあ、このプロフィール帳とともにやってみたいと思います、うん、はい、よろしくお願いします。じゃあさ、うん、セクションごとにさ行くか。そうだね、セクションごとにってうちらが今見えてる3つセクションがあるんですけど、あ、そう、3セクションあるね、1セクションずつお互いに言っていこうか。そうしましょう。はい、最初どっちから行く？じゃあリコから。あ、はい。じゃあ行きます。はい、名前は菊池リコです。イエーイ。ニックネームはね、うん、あの、私小学校の時なんかリコピーとかね、リコピンとか言われてました。ですよね、私もリコピって呼んでるよ、うん、そうそう、リコピって呼んでください。はい、住所は伏せます。そら、ここで住所言ったら面白いよな。電話も、あ、伏せますね。はい、誕生日は、1992年の8月25日です。夏生まれです。イエイ。兄弟は、うん、妹がいます。おい、はい、星座は乙女座。うん、血液型は最近判明しましたが A 型です。なんで最近判明するんだよ、怖いな。なんかちょっと私体質的に痩せてて献血とかができなくて、その血液型を判別するタイミングがなかったんだよね。嘘だ。本当だよ、本当だよ。じゃあ、ね、よかったね、運ばれて、うん、輸血が必要ですってなった時にこの人の血液型が分かりませんってなんなくてよかった、ね、あ、そう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 、 A 型です。まあ見た目通りじゃない A 型は。うん、そうだねって感じ。多くないね、何の疑いもない感じだけど、ね、でも血液型のタイプってあれ謎よね。確かに、なんでポサが出るんだろうね、分かんない、不思議だよね。うん、不思議ね。じゃあ次どんどん行きましょう。あかりさん、 いいですか。はい、小田あかりです。ニックネームはね、私もなんかあんまなくて。ないね、あんまりね、うん、まあ、あかりぴって呼ばれてるぐらいかな。あかりんとかもなかった？なんかあかりんは、あ、ちょっとあった、ちょっとあった。なんかでもちゃんと定着するようなあだ名になったことがあんまりないの。あんたさ、あかりさんとか言われてなかったっけ？その話チクられた。いや、私高校の時なんかさまつけられてたよね、つけられてたんだよ、うん、なんでだろう、聞いた、風の噂で聞いた。そう、なんでだろうね。でも、まあ、イメージ通りっちゃイメージ通りで、そうかな、うん、いや、私が言ったんじゃないんだよ。でもそう、私が言ったんじゃないんだ、周りがね。そう、全く言ってないから、それだけは言っておきたい。でも、あの、大学に入って、うん、あの、大学、北海道から東京に来たわけだけど、うんうん、まあ、知り合いいない大学に入ったんですけどね、うんうん、なんかそこでも再燃しちゃったの。なんかどっから仕入れてきたのと思って。うん、やっぱあかり様って呼びたくなるんじゃない？なんとなくその第一印象のイメージでさ。本当に消せなかった。もう誰に聞いたんだよと思って。それ知ってるやつここにいねえだろうと思って、本当消せなかったんだけど。しょうがない。身から出るものはしょうがないんだよ。まあ、なんか、はい。はい。やっぱ態度がでかいからね。自覚してる。そう、態度のデカさに関しては割と自覚ありなんだけど。小さくしてくださいって言われても小さく仕方が分かんないんだよ。もう性格だからね。いいんだよ、しょうがない、うん。うん。もういいや。でもそうだね、確かに。でも、うん、ママとパパには、うん、ちっちゃい時に、アチャポンって呼ばれてて、アチャポンからの派生でポンって呼ばれてたらしい。らしいというか、かわいい、呼ばれてた。そう。かわいい。もう原型がないっていう。そうだね。ポケモンみたいだね、なんかね。そう。弟妹はアーちゃんとかだった。だからほんとなんかバラバラだね。あ、兄弟は弟と妹さんね。あ、そうそう。兄弟弟妹。うんうん、
でございます。誕生日は1994年7月16日で七色の日です。お、いいね。いいでしょ。覚えやすいね。覚えやすいでしょ。うん。で、星座はカニ。うん。血液型は AB 型。はい。変態ね。AB っぽいってよく言われるけど。うん、AB っぽいよ、AB っぽい。それ何？それ何って思ってる。イメージ通り、イメージ通り。うん。何でも悪口に聞こえちゃうんだよ。いや違うよ違うよ違いますよ。はい、どんどん次次いくよ。次行きましょう。はい、次がね、趣味、将来の夢、うん、特技です。はい、じゃあ一個ずついく。うん、私趣味音楽制作。他にないのかよ。唯一続いてる趣味、音楽制作。あー、なるほどね。続かないのよ。え、じゃあ過去には何かあった？過去、あ、ゲームとか結構やってたよ。あー、え、何系？え、あの、動物の森がすごい好きで。あ、そうだよね。のほほん育成系すごいやってた。なんか、たまにスマホで変な農場育ててない？あ、やってるやってる。あ、そうか、それはまだやってるわ。スマホゲームの動物の森はまだやってる。あ、そうなんだ。なんかこの前農場育ててたよね。うん、育ててた。そういう系のゲーム好き。あかりさんの趣味は？私は結構多趣味だな。映画も好きだし、まあもちろん歌も好きだし。うん。あ、でもこれリコピと一緒でダンスやってたから、ダンスは好きだね。でも最近全然子供生まれてから全然踊ってないけど。うんうんうん。好きだし、あと絵描いたりとか。確かに。結構なんかもの、ものづくりするのずっと好き。うん。なんか問わず。それで言うと、料理とかね、裁縫とかもできるもんね。料理も好きだし、裁縫も好きだし、うん。編み物とかも全然好き。いいね。なんか作るの好きなんだよな。確かに。クリエイターっぽくていいね。そうそう。DIY ババアだから。うん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 。いいですね。こんな感じでございますね。じゃあ次。将来の夢。はい。私これ、明確に覚えてて。うん。ちっちゃい頃私ね、アナウンサーって書いてた。あ、そうなの？そう。でも、自分の滑舌の悪さに絶望してやめた。いや、諦めんの早っ。みんなそこから努力すんだよ。そう、その時の私には根気がなかったからね。うん。いいや。なんかやめちゃった。あ、そうなんだ。そう。それで今の、うん。ん？あ、今の将来の夢で言うと、うん。もう健康第一とかそういうことになってくるよね。思考がね。思考が。うん、まあ、それが一番ですから。そうそう、ありきですからね。そうそうそう。はい。私はね、子供の頃は、うん。あ、それこそね、めっちゃ覚えてる。獣医さんになりたかったの。なんだけど私動物アレルギーなのね。それが発覚して、うん。諦めたんだけど、うん。でもなんか、すごい、不思議な子供というかさ、うんうん。ませがきだったから。うん。小学校低学年の時に、なんか犬が好きだったのよ、とにかく。うんうん。で、犬学っていう、ほんと専門書、うん、うん。買ってもらって、へぇ、獣医さん目指す人みたいな、うん。人が読むような本なの。うん。そう読んでた。すごいね。ね。そんなに好きだったんだ。そう。でも犬アレルギーなの。あー、難しいですな。かわいそうでしょ。うん。それで終わった。なるほどね。ちなみにあかりさんの今の夢は？今の夢はね、かっこいいババアになるですね。あ、まあそれはそう。うん。なんかそれキャリコじゃん。そう、そういう感じになってしまう、結局。うん、結局ね。そう。でもちょっと書くの悩んだのは、生涯現役っていう。おー。これも健康第一という話だよね。うん、確かに。そう、別に長生きどっちでもいいんだけど、うん、現役でいる寿命が長いといいなって思う。うん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 。かっこいいね。ね。いいね。
そんな感じです、ね、じゃあ最後特技。はい。うわーこれね迷った。あそうなの。強いてあげるなら私は卓球ですかな。ちょっと斜めから来すぎて。そっから来。嘘。あれ言ってなかったっけ。いや知ってるんだけど。うん。なんかそこ出てきたんだと思って面白かった。そう。そう。強いてあげるなら卓球かな。うん、ちっちゃい時から一応やってたからさ。そうだよね。あれ卓球部だっけ？卓球部だった。卓球部のキャプテンだっけ？そう、部長。めっちゃ面白いよね。なんかイメージできなすぎて。でしょ、よく言われる、ね。卓球もイメージできないし、なんか運動してるとこイメージできない。うん、やめてよ。反復横跳び私めっちゃ速いから。めっちゃイメージできない。いや、踊ってるところ知ってるからさ、ダンスが上手いのは知ってるのね。うん、いやいや、でもなんかそれがイコール運動じゃない、ないじゃん、ダンスって。まあ、うんうんうん、そうね。そう。だからなんか卓球してる姿がどうしても想像できない。今度、キャリコ温泉とか行った時にさ、うん、卓球する。そうだね。温泉卓球しよう。うん、任せろ。ちなみに私は全然上手くないよ。大丈夫。接待卓球もできるから。うざ。じゃあちょっと実力を見せていただきましょうかね。温泉で。楽しみにしててくださいよ。うん、楽しみにしてるわ、うん。お主の特技は、私は結構いっぱい思い当たるのがあるんだけど。本当？いや私特技すごい悩んだんだけど。うん。でも私の一番の得意ポジティブ思考だわと思って。待って待って、もっとあるでしょあんた。でもなんか私さ超ポジティブ思考じゃない。まあポジティブだよ。うん。なんかあんま病まないのよ。まあ病んでるとこあんま見ないね。うん。なんか病んでてもなんか結局なんか自己解決する。うんうんうん。タイプだよ。なんか年々すごい年々マジでね、うん、なんかこう自分の機嫌の取り方を覚えてきた気がしていて。なんか私ずっと機嫌いいじゃんって思う結構。いや機嫌悪くなる瞬間もあんだけど、もちろん波がないよね。あそう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 、うん、なんかね自分が楽しいことめっちゃ知ってるって思う。うんうんうん。それは素晴らしいことだわ。そうそう、だからそれがね多分一番特技かもって思った。あいいね。そう、素敵です。ちなみに苦手なことは車の運転ですね。わあ苦手なこと私めっちゃいっぱいあるな。いやめっちゃ いろいろ出てくる中で絶対に苦手って思うの、うん、車の運転。怖いんだもんね。運転しないもんね、あかりさん。怖いの、すごい怖いの。わ、うん、かるわ。そう、なんか もしもばっかり出てきて。うん、いいよ、無理にやんなくていいよね。うん、そんな感じ。はい、ちょっとここまでですでに30分をオーバーしてしまっていますね。やばい。ザーっていく？ザーって言っておくか。ザーって言って終わろう。ちょっとじゃあ途中で突っ込まないこと。わかりました。はい、最後はね好きなものを教えてねっていうのコーナーなんですけど、はい、うん、じゃあ順番に私行ってきますね。はい。キャラクターは私はねディズニーとかガンダムです。はい。絵本とか漫画はマジで読まなすぎてこんなところで書いていいのかって迷ったので書きませんでした。で芸能人これね、うん、日本人とって皆さん多分想像するけど、私にとってねトップオブザトップはねビヨンセなんだよね。あうん。で動物は、犬と爬虫類です。えあ両生類も。で食べ物はイチゴ。はい。で音楽はもう何でも好きなんだよな、選べなかった。うん、うん、音楽が好きですって感じだからさ。あそうだね。
そうそう、なんか音楽って書いてあるけど音楽が好きって書くと思う。そんな感じ。はい、ありがとうございます。はい、すごい我慢した。うん、なんか途中でちょっとうって聞こえた。はい、じゃあ私は、はい、キャラクターは、うん、なんかキャラものあんま好きじゃなくてというか、あんまり思い入れがあるものがないんだけど、うん、まあアベンジャーズが好きだから、うん、あの子供に買うならマーベルグッズって感じ。うん、で本漫画は私は結構読む、めっちゃ読むんだ。うん、で小説だったら12国旗シリーズっていう小野冬美のシリーズが好きでして、うん、読んでる方いたらぜひ語らいたい。うん、で今熱い漫画はガッシュ2ですかね。なるほど。次、芸能人は私も結構日本の方というよりは海外での方って感じなんだけど、まあ、やっぱブルーノ・マーズっしょって思ってる。と三笘薫選手です。大好き。私は三笘女子公言してっからさ。はい、次、動物なんですけど、犬と爬虫類と両生類って書いたんだよ。うん、一緒だね。え、犬と爬虫類の、犬と爬虫類あと両生類って感じ。そう、そんな、びっくりした。偶然あります。だからさっきうえって言ってた。あ、そういうこと、ね。うん、はい。食べ物は寿司です。で音楽は、そう、寿司好き、うん、もういつでも寿司食ってた。で音楽は、私もなんかジャンルとかこれっていうよりは音楽全般好きだけど、うん、まあ洋楽の方が聞くのと、うん、70年代80年代ぐらいのソウル R&B とか踊れる曲がやっぱり好きかな。いいね。うん、でも最近歌ってんのはね、童謡。いいね、それもいいよ。お母さんと一緒の歌って感じ。はい、ありがとうございます。フェイバリットコーナーが一番ツッコミどころ満載だったと思うけど、あえて駆け抜けるっていう。駆け抜けるっていうね。まあ、ちょっと今日のところはこんな感じで。そう、今日のところはこんな感じで。うん、ツッコミは、次回は。うん。あ、何、ツッコミは？あ、そう、いや、ツッコミは皆さんの質問というか、あの、お便りで。そうだね。うん、いただいたものに限定しようと思いますね。うん、うちらで盛り上がるとね、一生終わんないんだよ。そうそう、一生終わんないからね。うん。まあ、なんなら次回後半戦もあるから。そうなんだよね。うん、裏面すごいよ、もう。裏面すごいね。これ絶対終わんないじゃん。裏面すごい。絶対終わんない、これ。うん。ちょっと抜粋してやろう、次回は。抜粋してやろう。そうしよう、そうしよう。うん、はい、じゃあ、はい、プロフィール紹介はこんな感じでした。はい、ありがとうございました。はい、早いもので今日も喋り倒してしまいましたよ。え、どんぐらい経った？38分ぐらいですよ今。まあなんか毎回このぐらいになりそうな予感だよね。喋りすぎだよ。うんね、30分じゃねえのかよって。全然オーバーしてんじゃねえのかよ。うん、そう、30分だと思ったから30分空いてるとこで聞いたのに終わんねえじゃねえかよって。ね、でもまあそろそろ終わりたいと思います。はい、はいはい、ありがとうございました。本日もありがとうございました。ちょっとまた、今回のプロフィールに対するあの反応とかちょっと気になるので、ぜひお便りで送っていただいたら嬉しいです。ね、はい、あとはハッシュタグキャリラジ、キャリラジはひらがなで投稿していただけましたら感想を見ますので、ぜひそちらもツイッター等々、ツイッターじゃないね、もう X か、 X だね。そうそう、はい、つぶやいていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日もじゃあ聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ここまでキャリコがお送りいたしました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。